はい。それでは86見ていきたいと思います。外装から見ていきます。まずはフロントバンパーですね。TRD のリップスポイラー付きという感じでして、バンパー周りもですね、かなり綺麗な状態になっております。こんな感じで、特に気になるような傷などは見当たらない感じですかね。エンブレム周辺も綺麗ですね。で、左前の方も特に気になるような傷もなく綺麗な状態になっております。で、ヘッドライトもですね、左右ともクリアで綺麗ですね。ボンネット、凹んでるところは特に見当たらなくて、傷もなさそうですかね。まあこういうちっちゃい飛び石傷がちょこっとあるかなっていうぐらいな感じです。続いて左側面見ていきます。フロントレーダーもね、前の方はちょっと飛び石傷がいくつかありますね。ただ、気になるような傷というのは特に見当たらない感じですね。で、ホイールはレイズの、ホイールが装着されております。AP レーシングの、キャリパー付きという感じで。まあ、ホイールの割り傷も、まあ、ちっちゃいと B 式傷が少しあるかなっていうぐらいですね。で、タイヤはダンロップ G3 が入ってまして、サイズがですね、ちょっとちっちゃいですね。205-45-17っていう感じで。で、タイヤの溝もですね、まだたっぷりと残っております。そしてドアミラーは綺麗な感じで、助手席側のドア、ちっちゃい飛び石傷がありますね。まあでも、艶もあって綺麗な状態になっております。で、サイドステップですけども、まあ、ちょっとこうね、ここら辺なんかはちょっと擦ったところがあって、飛び石傷がこんな感じで、サイドステップ周りはついてますね。で、ここもちょっと傷がついてるかな。この辺もそうですね。少しちょっと傷っぽいのがついております。で、左リアフェンダーですけれども、綺麗ですね。ルーフサイドもこんな感じで綺麗な状態かな。あ、微妙に薄い線傷がちょっとここにありますね。で、左側面の凹みですけれども、特に見当たらなそうですね。続いて左リアのホイールです。左リアホイールも綺麗ですね。目立つような割り傷は特にないです。で、リアタイヤもですね、ちょっとワンサイズダウンの205が入っております。ホイール的には全然215、入るホイールです。で、タイヤの方の溝もね、たっぷりと残ってる感じですね。続いて、リアバンパー。ここにちょっと傷がありますね。あとはこの辺の飛び石傷いっぱいついてるところとかはあります。これもちょっと傷ですね。この辺りとか、この辺りとか。でも、傷がついております。で、ここちょっと押されて、少しね、塗装のひび割れが出てますね。ここなんかも少し押されてますね。この辺も傷がちょっと入ってる感じです。純正のね、この樹脂部分を加工してる感じですね。右後ろの方も、この辺りにちょっと傷がついてるかなという感じですね。で、トランクは、これ多分なんかね、車のシール貼ってあったのを剥がした跡がちょっとね、ついてますね。この飛び石傷かな。で、トランク上面は、まあ特に色あせもなく綺麗な状態ですね。はい、続いて右側面見ていきまーす。これは、すいません。タイヤカスですね、これで。特に気になるような傷は見当たらないですね。で、右リアのホイール。この辺りちょっとだけ、ガリ傷ってわけじゃないですけどね。
少し色が違うところがありますね。で、ここもちょっと瓦礫ですかね。で、運転席のドアですけれども、これちょっと線傷がこう入ってますね。これもかな。すごい薄いですけど。で、サイドステップの方は、後ろの方が少しやっぱり飛び石傷が多めかなという感じですかね。こんな感じです。で、ドアミラーは、ここにちょっと傷がありますね。で、右フロントのフェンダーのあたり、飛び石傷がちょっとついている感じですかね。このあたりとかですね。こんな感じになっております。で、右フロントのホイールです。右フロントホイールは、この辺が出来傷がちょっとついてますね。こんな感じになっております。で、右側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですね。で、ルーフはですね、これカーボンラッピングが、されております。こんな感じで。まあ、まだね、こうパリパリ割れてきてるとかそういう感じもなく、綺麗なマットなカーボンになってますね。はい。では続いて内装を見ていきます。まず運転席のドアトリム周りからですね、綺麗な状態になっておりまして、スカーフプレートの方もね、綺麗ですね。少しだけ穴が開いてるところありますかね。で、レカロの、フルバケットシート入ってまして、ちょっとこの辺のね、スレなんかは出てきてますけれども、助手席側は純正になります。こんな感じですね。で、クスコのですね、このロールケージ、サイドバー付きで入ってまして、まあ、後ろなんかも、こういう感じで、ついております。で、ステアリングは、すれは特に、よいしょ。なさそう、ですね。で、ダッシュボード上、ここに微妙に乗り跡がちょっと残ってますかね。こんな感じです。で、ブリッツの三連のメーターなんかもついて、USB のケーブルかな？ですね。で、カロッツエリアのナビ。ETC 車載機がこちらについてますね。で、まあ、シフト周りなんかも比較的綺麗な感じで、サイドブレーキのところはちょっとね、すれはありますけれども、こんな感じの内装ですね。ちょっとエンジンかけてみましょう。エンジンかかりもね、いいですね。レスポンスいいですね。で、バックカメラが、バックカメラ、ついてるんだけども、切り替わらないぞ。よいしょ。あ、つくなりましたね。こんな感じでついております。はい。じゃあ続いて、トランク見ていきます。あ、ちなみにドアスタビライザーもついております。はい。トランクですね。トランクはちょっとこの辺りですね。こう、加工がされてるところがありまして。よいしょ。車載工具の方はこんな感じでついてます。パンク修理キットはね、欠品という感じですね。よいしょ。で、助手席側。
助手席のドアトリムは、まあ、少しちょっと傷がこの辺りあるかなっていうぐらいで、まあ、でも綺麗な、方ですね。こんな感じですね。で、よいしょ。リアシートです。おおむね綺麗にね、穴開けがされてるタイプのやつなので、まあ、こんな感じで、リアの方のシートがついてます。まあ、これもね、ちょっとロールバーのパッドを巻かないと、ダメかなっていう感じですけども、こんな感じのリアシート、そして内装という感じになっております。では、続いてエンジンルーム見ていきます。はい。では、エンジンルーム行きたいと思います。まずはですね、ベルト周りからですけども、まあ、この感じで特にね、変な音はしていないです。でエンジンの方も、特段、変な音は、してる感じはないですね。ちなみに、このエンジンですね、一回中古エンジンに乗せ替えております。エンジン自体はですね、オートマ用のエンジンが乗ってるんですけど、まあ、特にマニュアルオートマとそんな変わることはないので、まあ、リアルにこのね、今、1万キロぐらいですかね。っていう、エンジンではないです。オイルクーラーなんかもついてますね。あら。これが、ポロリと落ちてますね。よいしょ。こんな感じのエンジンルームになっております。はい。では続いて、試乗してみたいと思います。はい。それでは、86試乗してみたいと思います。前期モデルの、86で走行距離が11万、3000キロっていう感じですかね。で、この車ですね、実はうちの車内でですね、まあ、スーパー耐久やってるんですけども、まあ、その時のですね、スペアカーとして持っててた車でして、まあ、その時以外は、結構こうサーキット走行なんかをですね、社員で楽しんだりとかする用の、車っていう感じで使ってました。なので今ここについてるいろんなパーツですね、大体うちの会社内で、付けたやつです。このロールケージなんかもそうですけども、でサーキット結構ね楽しく走れます。この車なんでサーキット走りたい方にはねおすすめの1台なんですけども、街乗りもですね全然普通にできる感じでして、足がスピリットの車高調なんですけども、とてもね乗り心地いいです。なんで街乗りからさっきとまで幅広くねカバーできるようなそんな感じのね仕様にはなっております。でブレーキもですね AP のキャリパー入ってますし、まあデフもね入ってるので本当ね結構楽しめる1台ですね。エンジンはですね、中古のオートマ用のエンジンだったんですけども、まあ、それに乗せ替えられてますので、まあ、実際にこれだけの、ね、距離を走ってるエンジンというわけではないです。ただ、まあ、中古エンジンなので、まあ、実際 その中古エンジンの元々の距離というのはちょっとわからないんですけども、まあ、元気にですね、うちの車内でも走らせてましたので、まあ、その点はそんなに心配いらないかなという感じですね。でタイヤがですね、ディレクターは G3 入ってるんですけども、これ新品のタイヤ入れたんですけど、ちょっとタイヤサイズがですね205っていうちょっとね幅が狭いタイヤになっちゃってるんですけど、これもですねちょっと車内にちょうど新品でねずっとストックしてて使わなかったのがあったので、とりあえず入れてみたっていう感じでして、なんでホイールのサイズ的にはですね215が全然入るようなサイズです。まあこんな感じでですね、まあ、今こう乗ってても特に何かこう不具合を感じるところはないんですけれども、軽量のプーリーが入っているので結構ねエンストしやすいです。ちょっとねアクセル多めに踏んであげてクラッチミートしてあげてほしいかなっていう感じですかね。はい。まあこんな感じの86になってまして、走りを楽しみたい方にはもうどうぞこのままっていう感じの仕様で作られてますので、そんな方にはおすすめの1台じゃないかなと思います。はい、以上86の試乗
ストインプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施とエンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。